はい、皆さんこんにちは、松山秀和です。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに青森県からお届けをしております。はい、今日はですね、10月の1日ということで、もう10月に入りましたね。あっという間になんか8月だった日が終わってしまい、あれだけ暑かった日がなんかこう忘れ去られたかのような、だいぶ涼しくなりましたね。皆さんの、地域はどうでしょうかね。私たち青森県はですね、もうやっぱ日中の最高気温はまあ25度ぐらいまで上がる日はあるんですけど、まあ何よりもやっぱ朝晩が寒いっていう言葉がもう出てきてますね。今日は寒かったねーみたいな、なんかそんな話をですね、ここ最近毎朝しているので、車にですね、朝乗り込もうとすると、もう朝露が、車のウィンドウにもついていて、曇っている状態ですよね。雨降ってないのに、もう水滴がついている。ああ、気温の寒暖差が激しいんだな、というのをですね、そんなところからも感じられる、時期になっております。はい。本当になんか寒くなりました。まあね、もうさすがに10月ですから、秋真っ只中っていうことですしね、まあこれぐらいの気温が本当は、まあちょうどいいというか、まあ普通というか、なんでしょうけど、あまりの暑さにからのですね、あまりの急降下ぶりに、ちょっと体がついていってないなって、そんな感じもしております。はい。もう体調なんかもね、崩してる人多いみたいですし、今年はインフルエンザがめちゃくちゃ流行るなんて話もありますし、なかなか報道されなくなってきましたけど、そうは言ってもコロナの感染者もね、結構多いということなんかも聞こえてきておりますし、はい。すいません、今日ちょっと噛み噛みでね、申し訳ありませんね。はい、メッセージも、募集しております。何かですね、気軽に聞いてみたいなとか、思ったこと、ご感想などですね、お寄せいただければなというふうに思います。メールアドレスを申し上げます。797@fmgino1.com。すべて数字、英語の小文字です。797@fmgino1.com。こちらでお待ちしております。あとはですね、動画でご覧の皆様は、画面に QR コードがございます。そちらの QR コードを読み込んでいただきますと、私にまつわる情報が出てきます。毎日ですね、情報発信をさせていただいたりとか、あとは、こちらの番組ですね、つながるラジオという番組、過去のアーカイブもご覧いただくことができるように、YouTube のチャンネル設定もしております。はい、よろしければですね、ご覧いただけたら、あとは、高評価ボタンとかね、チャンネル登録とか、まあ、何かアクションを起こしていただいたら、非常に喜びます。はい、ありがとうございます。もちろんですね、FM ディノワンさんの YouTube チャンネルの方にもアップロードしておりますのでですね、そちらでご検索いただいても出てまいります。はい。あとは、オンタイムでお聞きになりたい方は、リスラジ、か、マイチューナラジオ、全国どこでも聞くことができますので、ぜひ、こちらもご活用されてください。ということで、10月1回目のつながるラジオスタートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。10月にね、入って、
1回目の放送なんですが、今日はですね、青森県のお話をちょっとしていきたいなというふうに思っております。はい、皆さん青森県といえば何を思い浮かべますかね。はい、ほとんどの方はね、リンゴっていうふうにおっしゃっていただけるんじゃないかななんても思ってるんですが、そんな青森県のリンゴのお話をですね、ちょっとしていきたいというふうに思ってるんですね。うん、日本のね、中でも今は九州とか、有名なところでは長野県とか、あとは岩手県とかですね、九州でも作ってるってのは結構意外なんですけど、各地でね、リンゴの生産されているようなんですが、青森県はですね、その日本の中で、リンゴの生産量が一番多い県というふうになっております。はい、1年間、ずっと青森県のリンゴは食べることができます。うん、でその中でも私が住んでおります、津軽地方と呼ばれるですね、青森県の地図をちょっと思い浮かべていただくと、真っ二つにパカーンとあったら左と右に分かれて、左側が津軽地方、そんな感じです。ざっくりとそんな感じですね。この津軽地方ではですね、リンゴの生産量っていうのはその中でも一番高いというところなので、一番リンゴを作っているところに私は住んでおります。そんな感じなんですね。うん、で、皆様の地域のスーパー、沖縄だとどうですかね。ちょっと沖縄県のスーパーに伺ったことがなくて、ちょっとわからないですけど、青森県産のリンゴ並んでたりするんでしょうかね。西日本だとね、やっぱり長野県もやっぱすごく生産量が多いですから、配送のねこと考えると、長野県からリンゴをこう出荷する西日本の、その他配送が短くて済むっていうことなんで、出回る量がね、青森県産よりも長野県産が多いよなんて話も聞いたことあるんですけど、ぜひスーパーでですね、青森県産リンゴを見つけていただきたいなって思ってるんですよ。うん、で、今まさにですね、この9月から10月が収穫のシーズンということで、今収穫期に入ってきております。はい、私の家の周りもですね、リンゴ畑に囲まれているようなそんなところに住んでいるんですけど、毎日、軽トラックがですね、後ろに、リンゴのいっぱいぎっしり詰まった箱をですね、たくさん詰め込んで、市場にきっと出荷するんでしょうかね、持って行っている、そんな光景を目にしています。リンゴの収穫期、早ければですね、8月のお盆ぐらいからもう早い品種は出てくるんですね。品種もですね、かなりあるんですよ。すごいあってですね、なんか私小学校の時にリンゴの下敷きとかですね、なんかリンゴの授業じゃないですけど、なんか下敷きは配られていてその下敷きでリンゴを覚えるみたいなね、そんなことをやってた記憶があるんですけど、ちょっと今はですね、リンゴの品種、何品種ぐらいあるのかな ?50 は絶対あると思うんですよね。もう10、20じゃ絶対なくて、50種類ぐらい確かあると思うんですけどね。さすがに私も50種類は言うことできないですし、どんどん新しい品種もやっぱ開発されてきていて、私が小学生の頃よりもだいぶ品種増えているんでね。もうちょっとパッと見でも何のリンゴかは全然わからないんですけど、8月から収穫は始まっていて、メインが9、10、11月ぐらいという感じになってるんですね。もう今この10月で、ピークを迎える、そんなところに来ています。で、青森県に住んでいるとですね、リンゴを買うっていうこと、全くしないわけではないんですけど、どちらかというとですね、多分私たちの地方に住んでいる人たちっていうのは、私たちの周辺の地区の人たちっていうのは、
リンゴ買うというよりもリンゴをいただくことの方が多くて、あ、買ったことが実はないんですよね。親戚で農家さんがいたりとか、親戚の親戚ぐらい農家さんがいたりとか、何かしらこうリンゴ農家さんとのつながりがあってですね、そこからまあいただくことが多い。いいリンゴっていうんですかね、こう商品として、すごくこう価値のあるリンゴっていうのはもちろん市場に出荷をされていく、市場に出されて、競り落とされて、皆様のお手元に届いていく、そんな流れになってくるんですけど、ちょっと傷があるもんね、訳あり商品なんて最近は言うんでしょうかね。そんなリンゴは、私たちのですね、そういった界隈にこう出回る出回るっていうとちょっとあれだけど、そういう感じですね。いただくことが非常に多いんです。で、今年はね、まだ収穫期ちょっとピーク前に直前っていうところもあって、まだいただくことはないんですけど、11月ぐらいになると、いただくことが、ポツポツ増えてくるというふうになると思うので、今年もきっとリンゴをたくさん食べるであろうというふうに思うんですけど、そういう青森県の人はですね、リンゴを買ったことがない率結構高いと思います。もらう率の方が高い。そんな気がしてます。はい。で、リンゴをですね、そうやって、食べたりするんですけど、何を隠そう、別に隠してくるわけでもないんですけど、私は青森県生まれの青森県育ちで、18歳までは青森県で、育っているんですね。18歳からはちょっと、大学からは青森県を出て、そこから、社会人になって、青森県に戻ってくるというよりは、どちらかというと全国転勤みたいな会社の方が多かったんで、あちこち転々としているっていう生活になるんですけど、私は、青森県で生まれ育ったにもかかわらず、リンゴを収穫をするとか、あとは、もっと言うとですね、農作業全般を実は全くやったことがなくてですね、実家の裏っていうか、今住んでる家の真裏はもうリンゴ畑が広がってってるんですけど、もうお散歩コースにはリンゴがね、リンゴ畑が僕のお散歩コースなので、めちゃくちゃ触れ合っているんですけど、リンゴ畑では。なんですけど、農作業をやったことがないという人間なんですよ。で、青森県にね、その U ターンという形で戻ってきてから、ちょうど今1年半ぐらい経つんですけど、ちょっとやっぱ農業というか、我々の青森県の基幹産業っていうんですか、主となる産業っていうのはやっぱ第一次産業であり、農業なんですよ。その中でも大きなウェイトを占めているリンゴっていうのを、ちょっとこう住んでいるにもかかわらずあんまり知らないなとか、あんまり触れたことがないなっていうことに、ちょっと罪悪感みたいなのを感じていて、いつかなんかリンゴの作業、農作業はちょっとやりたいなというふうに思っていたんですよ。で、今年の8月ぐらいですかね、たまたま新聞広告ですよね、新聞の折り込みのチラシに、農作業のやってみませんかみたいな、JA 農協ですよね、農協さんが、人手をこう確保するためにちょっと農作業初心者でも大丈夫ですよみたいな、そういうチラシが入ってきたことがあって、で、それを見てですね、ちょっとやっぱ農作業ってすごく、なんだろうな、ベテランの方じゃないとダメだろうなとか、やっぱ経験がないとちょっとダメだろうなっていう、ちょっと僕の中でそんな思いがあったのが、初心者でもいいよって書いてくれてたので、であればちょっと一回話だけでも聞いてみようかなっていうので、農協さんの方にですね、ちょっとお電話をして、お話聞かせてくださいって言ったんですよ。で、それが8月のお盆前、お盆過ぎぐらいだった、中旬ぐらいですね。中旬ぐらいだったんですけど、農協の方でですね、ちょっとお話しさせてもらって、私全然農作業やったことないですと。
こっちの言葉とね、こっちの訛りはできるんだけど、もう農作業はもう一切できないですと。全くわからないんですけど、そんな私でもちょっとこう体験することって大丈夫なんでしょうかというふうにですね、農協の方にお聞きしたら、いやいやもう全然大丈夫ですと。全く問題ありませんと。まあそういうふうにですね、優しいお言葉をかけてくださって。うん、まあそれであれば、ちょっと私もお手伝いできるところがあれば、そういう農家さんがいらっしゃるのであれば、なんか手伝いたいですっていう風なお話になってですね、うん、まあ、登録をしたんですよ。農家さんに、いざという時にお手伝い行きますよ、みたいな、うん、そういう登録をさせていただいて、で、まあ、すごくご親切にいろんなことを聞いてくださる農協の職員さんでいらしてですね、こちらの不安、まあ私、まず初心者だということが不安だっていうことも伝えましたし、だからそういうことをたくさん聞いてくれたんですよ。なんかどんな不安がありますかみたいなんですね。うん、で、僕、ちょっとこう最初からなんかミスマッチになったらいけないから、結構不安をたくさん述べたんですよ。教え方が厳しい農家さんだとね、ちょっと、気持ち的に苦しくなっちゃうかもしれませんとか、まあ、そういうのもストレートに伝えました。だって、ちょっと迷惑かけちゃいけないなっていう気持ちもあって、まあ、手伝いとはいえどもですね、まあ、生半可な気持ちでやっちゃいけないじゃないですか、こういうのはね。農協の職員さんにたくさん不安を伝えて、それも優しく聞いてくださってですね、じゃあこういう農家さんがいらっしゃったらちょっとご連絡しますね、みたいなことをおっしゃっていただいてですね、その日はお別れしたんですよ。うん、でもって、9月入るかなぐらいの時に、まあ農協さんからお電話いただいて、よければ一度ちょっと面談ね、農家さん、ちょっと手伝ってほしいとおっしゃっていただいている農家さんがいらっしゃるんでっていうことで、農家さんとお話ししてみませんかっていうこと、直接お話ししませんかっていうことでお誘いいただいてですね、それであれば私でよければっていうことで農家さんにお会いしに行ったんですよ。うん、で今お二人でご家族お二人で、まあ、リンゴ農園をですね3カ所ぐらい経営されてらっしゃる農家さんと、まあ、お話しすることになってですね、そういうお会いしてお話をしたんですね。うん、で、まあ、そこでも私不安を伝えたんですよ。私もう農家さんとお手伝いしたこと全くないですし、農業全く経験ないですと。で、リンゴはもう食べたことあるけど、収穫したこともないですと。木に触れたこともほぼないですみたいな。全くもってのど素人ですっていうことを伝えて、もうそれでも大丈夫なんでしょうかと。お手伝いになりますかねって農家さんに聞いたんですよ。農家さんもですね、すごく優しい方で、うん、いや、むしろそういうね、何もこう教わってない、知らない方がいいんだと、もう全くのズブの素人ぐらいの方がもうちょうどいいんだよっておっしゃってくださって、うん、まあ、その教えがいもあるし、まあ素直に、受け入れてくれるでしょと、うん、まあ、確かにそうですね。僕も全く経験ないからもう受け入れるしかなくて、もっとこうした方がいいとかああした方がいいっていう知識がないんでねだからそういうふうにおっしゃってくださってありがたくてですね。うん、で、まあ、9月中旬ぐらいからちょっと忙しくなるから、じゃあちょっと、よかったら手伝いに行きませんかっていうお話になって、あ、それ、私でいいのであればということで、そちらのですね、農家さんに少しお手伝いに、行かさせて、今いただいているんですよ。まあ、今現在、行かさせていただいております。うん、で、まあ、今、まだ、5、6回とかそれぐらいの回数なので、まだまだほんとピヨピヨ状態の、まあ、ひよっこ状態なんですけど、実際に、リンゴ農園で、アルバイト、みたいな感じですね、ちょっとこう働かせていただいているんです。うん。で、まあ、ほんと最初不安でですね、いくら素人でも大丈夫だよっておっしゃってくれても、どんなことやるのかも全然分かってなかったんで、あと一日中、なんか外にいる仕事って、実はあんまりしたことがなくて、それも大丈夫かなと。
自然と向き合う仕事って本当に一回もしたことがないから自分に合ってるんだろうかっていうですね、まあ、普段と違うとパソコンと向き合うことの方が多い仕事をしているのでそういった不安もあったんですよね。で、まあ、最初丁寧に教えてくれてですね、まあ、今の時期にこうやってる作業っていうのは、まあ、リンゴの実がですね、まあ、皆さんのこうスーパーに届くぐらいの、まあ、いわゆるこう製品としてのちょうどリンゴの形になってるんですけど、まだ赤くないんですよ。色付けっていう作業がまだ入ってなくて、まだ青リンゴの状態なんですよね。で、そこから、赤リンゴに変えていくっていう風な、まあ、工程なんですけど、別になんかベタベタ色を塗るわけじゃなくて、お日様にね、こう当てて赤くリンゴにこう染まっていくということなんですよ。で、そのためにはですね、リンゴってこうすごく葉っぱが多くて、リンゴの木って。リンゴの実がこう葉っぱにうずもれてる状況なんですよね。なので、その葉っぱを少し取り除いてあげて、こうリンゴがお日様に当たるようにするっていう、そういった作業を今やってます。これをまあ、葉取りっていうふうに今呼んでるらしいんですけど、そういう葉っぱを取って、まあ、リンゴの形をこうちゃんと、分かるように、お日様にこう、こう当たるように、まあ、だからお日様のこう向きとかですね、まあ、そういうのも考えて、葉っぱをこう取り除く作業をするんですね。で、まあ、大きい木もあれば小さい木もあるんですけど、やっぱ大きい木だと、かなりのリンゴの子がやっぱりなってるんですよ。ちょっと数えてはないですけど、多分100個は絶対なってるなっていうのは、なんとなく思って、100個、いや、100個あるよな、あれ。いや、あると思いますね。いや、もうかなり、その一つの木で、すべてのリンゴを葉っぱからこう抽出するというか、葉っぱをこう取り除いて見えるようにするためには、本当大きい木だと丸一日かかったりすることも、あってですね。私ちょっとまだスピードが遅くて、作業が遅いもんで、一日かかっちゃう日もあるんですけど、でも、小さい木だったらね、こう、ストスト行くんですけど、タンタンって行くんですけど、やっぱそういう感じのペースなので、結構数は多いです。で、リンゴの木もね、高いんですよ。やっぱ2メーター、3メーターとか平気であるので、脚立に乗って、上、こう、葉っぱを取るっていうね、結構高い位置にリンゴの実がなってるケースも全然ありますのでね、そういうことをやってます。だからこう、脚立をこういろんなこう向きに変えて、登って葉っぱ取って降りて、で、また次のリンゴに行くのに脚立をセッティングして、まあ、キャラスで上がって葉っぱ取って降りてみたいなことの繰り返しなんですよね。まあ、すごくこう単純な作業ではあるんですけど、重労働、まあ、重労働っていうとね、まあ、重い荷物持ってるみたいな感じに思っちゃうかもしれないけど、やっぱり上り下りってすごく回数多くてですねそういうふうに考えると、まあ、僕は朝8時から5時まで、お手伝いさせていただいてるんですけど、そうすると、やっぱりね、7時間、8時間っていう時間になってくるので、その間、そのキャベツをね、何回もセッティングして、一日中登り降りしてると、まあまあな運動量やっぱなりますよね。だから、結構大変だなって、やっぱ農家さんってすごいなっていうね。もうそれだけじゃないですからね、実際の作業っていうのは。もっといろんなことをやりながらの一つの作業を私にこう任せていただいてるとか、一つの作業の、ちょっとほんの一部分を手伝わせていただいてるだけなんですよ。これ本当忙しそうに、まあ、草刈ったりですね、あと枝切ったりですね、なんかいろんな作業を農家さんされていらっしゃって、朝早くからですね、もうずっとやってらっしゃるんですよね。だからこうすごく感じたのはですね、もうやっぱりそれまではリンゴっていうのはなんかこういただいて食べていたものなので、まあ、正直言うとそのありがたさというか、あんまりなんですかね、そういう生産過程をの現場を見たことがないから、こう大変さっていうのがこう全然分かってなかったんですよ。でも、この1個のね、リンゴ、その実がなるまでも、ね、スタートは2月からスタートしてますから、リンゴの栽培っていうのはね。
2月からこの、ね、8ヶ月9ヶ月ぐらいかけてですよ、皆さんこれ1個のリンゴ作ってってるわけですよ。でそのリンゴ1個に、まあ、何度もそう手をかけてるわけですよね。まあ、今はその葉っぱを取るっていうことで一つのリンゴにこう触れてねやってますけど、これがこう赤く色づくと収穫時期に入ってくるきますし、あとこうちょっとこう赤くなってないところをねこうちょっとそういう面を向けてあげるっていうそういう作業もあるみたいなんで、そうするとまたその1個のリンゴにこうちょっと人の手が加わるわけじゃないですか。だから収穫までにめちゃくちゃ何回もそのリンゴって手が加わってるわけですよね。うん、そういうのも私も全然知らなかったなと思って、そのありがたみをねちょっとすごく感じなきゃいけないんだなというふうに思いました。なんでこうなんそういうところをねこう皆さんにもこのラジオを通じてちょっとお伝えしたいなっていうふうに思ってた部分なんですよね。あのリンゴの体験ね収穫体験なんかも青森県はできますんでね、あのぜひ、ご興味ある方はですね青森県を訪れていただいて、なんだったら私に連絡いただければですねあのご案内できるかなと思いますんでね、はい、あの今日はリンゴの農作業についてお話をしてまいりました。はい、ということで、エンディングのお時間でございます。毎週土曜日あ違った来週日曜日5時半はつながるラジオをお届けしております。冒頭お伝えしましたようにですね、YouTube でご覧いただいている皆さん QR コードを読み込んでいただけましたら私にまつわる情報いろいろございますので、ぜひ、登録等々ですねいただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、それではまた来週同じ時間にお会いいたしましょう。ありがとうございました。では失礼いたします。